皆さんこんにちは、クラスのヘッドロースターコウスケです。こんにちは、焙煎サポートのレイカです。本日は何の豆についてご紹介していきますか？本日はですね、前回のブレンドライトに続きハウスブレンドダークについてご紹介します。はい、ハウスブレンドダーク、これは人気上位のブレンドですよね。そうですね、まあクラスの中では本当に珍しい、深入りのコーヒー豆で、すごい皆さんに人気ですよね。簡単にでも大丈夫ですので、はい、このブレンドについてご紹介お願いします。はい、はい、そうですね、まあ焙煎度合いは深入り、豆の内容自体はブラジルとグアテマラとエチオピアが全部同じ割合で1対1対1で入ってますね。はい、何かこだわりポイントとかはありますか？そうですね、まあこだわりポイントいろいろあるんですけど、まあ一番はやっぱり素材選びの部分ですかね。素材選び、はい、生豆の状態の厳選ということですか？そうですね、生豆をやっぱり焙煎度が深くなるんで、その深くなるのに合うような生豆っていうのを選ぶようにしてます。深入りに合うような豆、はい、どういうポイントで合うものを見つけてますか？そうですね、まあ例えば浅入りのコーヒーとかやとやっぱり、まあ、産地のそれぞれの味わいがあって、やっぱそれを生かすために浅入りのコーヒーがあってっていうのは多分皆さんわりかしイメージしやすいところかなと思うんですけど、実は深入りも深入りでやっぱり生きるような、まあ、素材の力っていうのが大事で、まあ簡単に言うと深入りってやっぱり浅入りに比べて焙煎時間自体も長いですし、まあ、焙煎度合いももちろん深いんで、やっぱりそういうまあ味わいで言うとこう苦味とか、香りで言うとこうちょっとローストしたようなしっかり、まあ香りがつくんですけど、まあそれを見越して、まあそういった味わいとか匂いがついた上でも、それでもこう残るぐらい力強いフレーバーを持った素材っていうのを、まあ意識的に選ぶようにしてますね。深入りのイメージってなんかフレーバーとか個性を楽しむものではなく、なんかしっかりとした、ものを楽しむ濃いめのコーヒーっていうイメージがすごいあったんですけど、その個性を楽しむっていうのがすごいクラスらしいこだわりだなってすごく感じました、ね、今。うん、確かに。まあ本当にだから浅入りと深入りでこう生豆選ぶ時も見るポイントが、まあ皆さん、すべてのロースターさんがそうかわかんないんですけど、僕の場合はやっぱり浅入りの時やったら、例えば口当たりとか、まあ、こう、フレーバーの複雑さとか繊細さっていうのを見るんですけど、まあさっきも言ったように、深入りにする豆っていうのは、とにかくフレーバーの強度というか、ガツンとくるような味わいっていうのに注目して買ってますね。焼いてるけど、フレーバーも出てほしい。うん、そうです。まあそうですね。まあ焼けば焼くほどやっぱりどうしても飛んでしまう味っていうのがあるんで、まあその焼いても焼いても残るぐらい強いものっていうのが分かりやすいかなと思います。では早速抽出に移りたいと思います。はい、お願いします。お願いします。はい、いただきます。はい、どうぞ。うん。深入りのしっかりさもありつつも、ちょっとフルーティーさが顔を出すような味わいですね。そうですね。うん、抽出で何か気をつけているポイントはありますか？はい、まあ、まず一番は、しっかり細かく引くことですね。はい、まあ、先ほどもね、お伝えしたんですけど、やっぱり深入りって、まあ、深入りに合わせて、生豆の選び方があって、で、まあ、それを深く焙煎していって、それぞれね、深入りのための、まあ、工程を得てきてるんで、やっぱり抽出でもね、その焙煎でせっかく引き出した濃厚なね、後口であったり甘さっていうのを、こう、しっかり抽出でも活かすには、やっぱり細かく引くことが、個人的にはベターかなと思います。細かく引いてもうゆっくりゆっくり落とすようなイメージですか？いえ、まあただ細かく引いてしまうと、
ね、全体的にこう時間がかかって、うん、でその分こう雑味とかね、こう嫌な味わいというのが出てきやすくなるんで、うん、とそこはね、頭数でこうバランスを取るというか、うん、本当にこれめちゃくちゃ細かく入れて、うん、ね、夏場にアイスコーヒー飲んでもらう時ぐらい細かく引いてるんですけど、その代わり頭数は1頭で入れてます。1頭、はい、もうタイマー押して、まあ、大体30秒ぐらいかけて一気に 200g 注いでます。そうすることでね、抽出時間全体もこう大幅に短縮することができて、まあ、大体1分10秒から20秒ぐらいで終わるんですけど、雑味とかが出る前にまあ、抽出を切り上げるっていうようなイメージですね。細かく引いてるんですけど、一頭で入れてもこのしっかりさが出るって、相当細かく引いてますね。そうですね。はい。ありがとうございます。はい。では今回のレシピをお家でも入れていただいて、お家コーヒーを楽しんでみてください。はい。何かご要望やご質問がございましたら、コメント欄までお願いします。はい。では次回まで。バイバーイ。バイバーイ。